なるほど。どうひっくり返そうとも、いわゆるゲストハウス組にしかノックオンの生成は不可能というわけですね。例えば私、このフルドエリカがカセットテープにノックオンを録音し、それをどこかにこっそり仕掛け、ちょうど24時頃に再生されるような仕掛けを施したなら、もちろん24時の時点では屋敷にはいないわけです。これなら何も問題ないじゃないですか。問題ないです。しかし扉の前に手紙があればこそノックがその存在を教えるきっかけとなりますが、もし厨房などに手紙が落下していたら、ノックは手紙の存在を教えるものにはならなかったように思います。この廊下に置いたという赤も、もっと細かく言い直すわ。屋敷内の誰一人手紙を廊下に置いた者はいない。それは直接的、間接的、意図的、偶発的、無意識的、全ての概念だよ。例えば配膳車に停車すると手紙が落ちるという仕掛けがあったと仮定する。これならば食堂の扉でノックするために一度停車するだろうことが事前に予見できるから、うまいこと扉の前に手紙を落とせるように思えるかもしれない。しかしこれもダメなのよ。配膳車を停車させることが廊下に手紙を置くという行為を間接的に示している。よってこれでは台車を押していたシャノンとカノンが間接的に無意識に置いたことになってしまう。だからこれもダメ。さらに言うと、時間が経てば剥がれて落ちる仕掛けも、そこまで配膳車を押した人間によって偶発的に無意識に置いたことになってしまう。もちろんこれもダメ。復唱要求。24時の時点で屋敷以外に存在するのはエリカ、ジョージ、ジェシカ、マリア、ナンジン、ゴーダ、熊沢のみである。復唱要求？気前よく赤をサービスしてるからってちょっと欲張りすぎじゃない？私ベアトみたいにバカじゃないから、相手の求める復唱にペラペラ答えたりなんかしないわよ。今度お風呂でマシュマロとコンペイトーのスクラブで全身マッサージしてあげるわ。生皮剥げるくらいにゴリゴリと。絶対よ、約束だからね。ジュルリ、いいわ、サービスしちゃう。復唱要求に応えるわ。24時の時点で屋敷以外に存在するのはエリカ、ジョージ、ジェシカ、マリア、南條、ゴーダ、熊沢のみである。なら配膳車ではなく廊下の天井に手紙を貼り付けてあったのかもしれません。廊下の天井は案外高いから、堂々と貼り付けてあっても誰も気づかないかもしれない。これなら廊下に落ちるのは確定的。そしてそれを屋敷外の人物が行ったなら赤も潜れる。グッと。私緊急、使
謹んで申し上げる。廊下天井に手紙が存在したことはなきなり。金刑、謹んで申し上げる。配膳者に手紙が触れたことはなきと知りたまえ。知らないです、そんなこと。とにかく屋敷以外の人間が何かのトリックであそこに手紙を置いてみせたんです。あの手紙とノックでベアトリーチェを存在させようなどという目論見はこのフルドエリカには断じて通用しません。金刑、謹んで申し上げる。屋敷以外の全員は親族会議開始も屋敷内にて何を行うことも不可能なり。じゃあ親族会議以前に屋敷以外の何者かが何らかの仕掛けを施したのよ。天井と配膳者以外でです。金刑、青木真実、向こうナリア。なんでですか、それしかないでしょ。天井と配膳者以外の何かに屋敷以外の誰かが何か仕掛けをしたのよ。金刑、その何かを特定もしくは仮定せぬ限り青木真実とは認められぬものなり。金刑、手紙についてのエリカ教の青木真実は全て失われたものなり。全て失われたですって。言い方にもう少し気を使ってください。使えない家具の皆さん、その仕掛けを思いつきさえすれば即座にチェックメイトなんです。それを全て失われた。青木真実は向こう。このよかもそんな口を。探偵フルドエリカに。ミス・エリカ、手紙の謎は一度保留してはいかがです。ノックの推理、屋敷以外の何者かがカセットテープなどで聞かせたとする青き鎖は未だに有効です。音が可能なら手紙もまた不可能ではないはず。そうです、ノックについては私の青き真実未だ有効なはずです。全てを否定されてなんていません。我が主、手紙の謎は必ずや解いてみせます。お時間の猶予をお許しください。しかしノックの謎については確かにここに。屋敷以外の人物がカセットテープなどでノック音を聞かせる仕掛けを施したとする青きくさびでうがちました。本当に可愛い子ね、ベルンのコマは。本当にけなげだわ。とりあえず2つの謎のうち1つは降参だけど、1つは解けたからお許しをって叫んでいる。どうする、許してあげる。そうね、私のコマの分際で降参なんて恥さらし、絶対に許せないところだけれど、1つは解いて見せたのなら今回は多めに見てあげようかしら。我が主。じゃあお仕置きだわ、エリカちゃん。すべての人物はノックオンを誤認することはない。へえ、何それ。ノックオンを誤認しないということは、つまりノックオンによく似た他の音をノックオンと勘違いしたりはしないということよ。柱を叩くとノックに似た音がするなんてのもアウト。ノックオンをカセットテープに録音したとしても、それはもはやノックオンを録音したテープの音であってノックオンではない。だからこれもアウト。つまり実際にあの扉を叩いたノックオンを全員は正確に識別し、絶対に聞き間違いないということよ。あの扉を直接叩く以外のあらゆる音をノックと誤解することは絶対にありえないということ。そんなでもそれじゃあの24時の鐘の音の時扉を叩ける人物が存在しないことになるじゃありませんか。そうよ、存在しないわよ。だって黄金の魔女ベアトリーチェが叩いたんだもの。つまりあの扉を叩く以外ごまかしようはないってことね。ならこういうのはどう。扉をノックしてくれる何かの仕掛けとか、自動のドアノッカーみたいな仕掛けがあって、それによって手を触れずにノックすることができたとか。
ノックは人が手で扉を叩くものよ。仕掛けで叩いたなんて認めないわ。24時の鐘の時にノックが聞こえたわ。その時食堂の人物全員が確かにそれを聞いたわ。そして彼らは誰もノック音を誤認しない。クラウス、夏希、ゲンジの3人はノックに関わっていない。それ以外の人物は誰も屋敷内に存在もしない。そしてノックは直接扉の前に立ち、手で扉を叩く行為を指す。ねえベル、どう？私の赤はまだ第一の番以前なのに、なかなかシンプルで遊びがいがあるでしょ。黄金の魔女はノックの音とともに静かに降臨。面白いわ、本当に面白いわ。ラムダ、こうでなくっちゃ。ああ面白い。ご安心よ。その程度の赤、我が灰色の脳細胞は時間さえ与えられれば必ずや答えを導き出してみせます。あんたなんて所詮は子も、いてもいなくても私がゲームを進めるには支障がないのだから。特に推理が思いつかないなら、おとなしく駒置き場にでも戻って埃をかぶっててちょうだい。使えない駒は記憶に留めるのも苦痛だわ。ベルンは忘れっぽいからね。あんたもうちょっと頑張らないとベルンに忘れられちゃうわよ。忘却の駒置き場で永遠に埃にまみれながら決して来ぬ出番を待つのってとっても辛いと思うけれど、ご安心よ。ダイラムダデリタ教、そして我が主、必ずやお気に入りいただくことができるよう二度と失望させぬ活躍を約束いたします。ああ、さすがは私の分身ね。頼もしいわ。なら本当に頑張ってね。いろいろとあまり活躍もないと私、あなたのこと忘れちゃうかもしれないんだから。おい、どうした？大丈夫か？わかりました。わかりました。私にわからないと思いですか？ええ、わかりましたも。そんなバカなこと、あるわけがない。
分かったって何が？あなたが3階の書斎から飛び降りられるわけなんかないじゃないですか。私たちは誰一人あんたが飛び降り中庭に着地したところなんて見てないんですから。あなたは中庭からはしごをかけて3階の窓にルドルフさんが登るのを見ていたとき、その外壁の構造をよく観察し雨どいなどをうまく伝えば3階の窓から中庭に降りることは不可能じゃないと気づいたんです。あなたは飛び降りてなんかいない。雨どいなどを伝えみっともなく外壁を這い降りたんです。どうです、私の青き真実は。さあ反論は。反論って？反論はない。ならば私の真実は有効ですね。ほら見たことか。カッコつけて飛び降りたように見えたのは全て幻想。あんたはカッコつけて飛び出し雨どいにしがみついただけなんです。あの時の論点はじい様が書斎を脱出可能だったかどうかだぜ。そしてじい様は窓から抜け出すことも可能だった。俺はそれを証明しただけだぜ。飛び降りようが這い降りようがそれは変わらねえはずだから。はぐらかさないでください。人間風情が3階から飛び降りられるはずがないんです。それ見たことか、それ見たことか。いかがです、我が主、我が推理。お前疲れてんのか。飯くらい落ち着いてくれよ。あなたの飛び降りは否定された。私の真実が勝ったんです。私の青き真実は有効です。我が主、それをどうかお認めください。私は無能ではありません。失望もさせません。必ずやこのようにご期待に応えてみせますから、どうかお見捨てにならないでください。我が主。ありがとうございます、ダイベルンカステル卿。我こそはフルダエリカ、我が主の駒にして分身。必ずやあなたのために最高の物語を献上してご覧に入れます。そうそう、やっぱりナイフとフォークって食器として原始的ですよね。お箸